人生初めて食中毒にかかりました。生牡蠣食べたんですよ。2時間ぐらい前から倦怠感と寒気と吐き気が止まんなくて、私全然トイレとかしないタイプの人なんですけど、お尻から水が止まんないです。今朝ね、体重測ったら 54.2 だったんですけど、今測ったら 52.9 で、やばい。お風呂上がりなんですけど動けないんですよね。トイレとお風呂場を行ったり来たり、怖いな、どうしよう、しんどいなこれ。もう2日経ってるんだよ、牡蠣食べてから。お腹が痛くなるのってさ、食べてすぐじゃないの。調べてみよう。倦怠感すごいな。なんか熱とはちょっと違う。潜伏期間って書いてある。多くの場合食後1日2日で症状が現れます。遅ければ2日後あたり。え、これじゃないの。終わったな。明日大事な会議なのに。で、今夜中の12時56分なんですよね。なのでウーバーも空いてないし、やばい、ちょっとお腹痛くなってきた。ベッドに入りました。ちょっと不安だなこれ。吐き気とかで起きそうな気がする。なんか昔ヒカキンさんが食中毒になったみたいなのを出してて、なんかお風呂場に寝てたっていうのが印象的だったんですけど、確かにって思う。あの時はなんでそんなことしてんだろうみたいな。笑ってみてたけど、痛いほどわかるその気持ち。怖いよ。こういう時誰かいたら楽なのにな。ベッドに入って20分くらい経ってんですけど、トイレ行きます。もう一生食べません、牡蠣は。今夜中の夜地でお腹が痛くて起きたんですけど、トイレ行く。もうあと何回これ繰り返せばいいな。うわ、吐き気が。ちょっと待って、めちゃくちゃ顔パンパンじゃない？なんだろうね。病気の時って夢見がちなんですけど、さっき見たのが、なんとかレンジャーに自分がなってた夢なのね。幼稚園児みたいな夢なんですけど、ただね、私がその夢の中になってたなんとかレンジャーは、ポコチンジャーっていう、股関節帯か、ポコチンピンクでした。くだらない。おはようございます。24回目のトイレです。倦怠感がやばすぎる。体が痛いです。今さっき体重測ったらまた体重減ってましたね。 52.4。 舐めてたよ私今までさ。水道水とかも全然ガブ飲み。東京の水道水だよ。ガブ飲みしてたのにさ、お腹とか壊したことないのに、まさかね、新鮮な新潟の牡蠣をそれ食べてこうなる。私さ、元男の子じゃないですか。女性ホルモン剤飲まないといけないんですよね。昨日飲めなかったっていうか、もう飲む気力すら、もう全部オートでさ、戻しちゃってたから、飲めなかったんですよ。で、今もさ、もう昼前ですよ。さすがに飲まないといけないよね。飲まなかったら、A カップぐらいになっちゃうんじゃね？最近控えてたんですよ。スターバックスね。控えてたの。健康のために控えてたんですけど、ちょっと飲みたいかも。桜咲くフラペチーノ。美味しそうだな。でもこういうさ、何？下にこう、ホイップクリームとか、パールシュガーとか、いろいろたまってるんでしょ？下に。食感楽しみたいっていうよりかは、水分補給もしたい。私が大好きなのが、ダークモカチップクリームフラペチーノ。これ飲みます。740円で配達手数料1214。待って、これ少額決済だとこんな高くなるの？やばい。ちょっとこれは見せれないんだけど、ウーバーイーツのね、プロフィール写真、注文者のさ、情報とかあるじゃないですか。私昔さ、普通に本名ってやってたんですよね。したらなんか、後日ね、多分2回目の人と被ったんですよ。したら、なんか LINE 教えてくださいみたいな。もうそれ以来ね、父さんの上半身裸の写真にして、名前がセバスチャン高村です。もう変えますからね、これ。これ変えるからね。セバスチャン高村です、私のお父さん。ウーバーってさ、出前だけではなくて、タクシーの配車もできたりするんですけど、たまに、ウーバーのタクシー配車するんですよ。したら、タクシー乗った瞬間に、高村さんですか？みたいな。いや、セバスチャンって言えよって私思うんだけど、奥さんでよろしいでしょうか？みたいな。いや、私がセバスチャン高村です。みんなに言うと、はぁ、みたいな。あ、来た。ウーバーです。ありがとうございます。ああ、ちょっと経っただけでこうなんだ。ちょっと歩いただけで気持ち楽になっちゃった。
れね。でけえ。これさ、紙ストローさ、美味しくないんだよね。すぐふやけて、なんか変な味するんですよ。いただきます。凍ってんな。ダークモカって書いてるからさ、なんかカフェイン入ってんなって最初思ったんだけど、普通のココアと一緒です、これ。私カフェイン苦手でダメなんで、めっちゃココアで美味しい。フローズンな感じのココア。さっきあの後普通にご飯も食べたんですよ。おにぎり1個。なんか急に熱上がってきて。熱出てたの忘れてました。腹痛と吐き気で隠れてましたね。さっき熱上がったら37度8分。私平熱が35度9分とか8分とかなんで、ちょっとしんどい。これ、やばいんじゃね。熱だんだん上がってきたぞ、また。なんかトイレかすんな。はい、ということで28回目です。てかさ、思ったんですけど、今回の方がやばくない？もうほとんどトイレにいるシーンじゃん。これ新発見かもしれない。なんかね、だんだん寒気がしてきましたね。そうなんだね。はい、1時間また寝て起きたんですけど、やっぱり熱上がってたね。38度2分でした。しかもね、目の奥が痛くなってきたんですよ。これも新発見だ。こんなにトイレットペーパー消費したら、世間が許してくれませんよ。世間は許してくれませんよ。ちょっと下がりましたね。37度7分だ。寒気がすごすぎる。さっき37度台行ったのに、また38度行ってしまいました。ですね。今38度6分。夜になって上がっちゃいました。やったー。お野菜から出前届きました。あったかいもの食べた方がお腹にいいかなと思って。嬉しい。私がね、選んだのは豆乳鍋。野菜とかもいっぱい入ってるし。野菜最高。お願いします。これで治ってください。いただきます。野菜って感じがする。キノコ。なんかほんとキノコしてる感じかな。で、私が大好きな豚肉です。あ、なんか肉肉しい感じが、ちょっと牛肉っぽいですね、これ。2日目の朝です。今ね、起きて、速攻で、このね、体温計やったんですけど、36度でした。もう乗っちゃったんじゃね？いや、長かったな。ちょっとこの後、通算、ノロウイルスで起きたのは、何回トイレ行ったのか。トイレしないけど、でも一応トイレ行ったので、計算してみます。お前、どんだけトイレシーン、YouTube の一本の動画に映してんだよって感じですけど。初めてなんじゃない？こんなにトイレシーン映しちゃう女性 YouTuber。終わってんな。皆さん、気になる結果発表なんですけど、生ガキを1個食べて、もし当たってしまったら、1人の人間が生産するうんちの数が43回です。本当はね、私そのアイドル路線で行きたかったんですよ。トイレしてるとかあんまりそういう現実味を与えたくなかったんです。ファンの人にとっては、青木かのんはトイレも行かないし、フローラルな人なんだな、みたいな。そうやって思ってもらいたかったの。でもね、生ガキ1個で人生すべて壊れました。今回、生ガキに撃沈した感想なんですけど、もう二度と食べたくないなと。生ガキは、もう、怖いです。何が海のミルクだみたいな。海の殺し屋です。これから、牡蠣に対して偏見の目を持ちながら生きていきますので、よろしくお願いします。まだ牡蠣のシーズン長いですけど、絶対に食べるんじゃねえぞ。こうなるからな。今回の動画が少しでも、牡蠣に当たるとこんな風になっちゃうんだと、ためになった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、TikTok、LINE 公式アカウントもありますので、そちらもフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。